キノコニーの未来を決める会談、思ってたよりずっとスムーズにいったな。議論なんてほとんどしなかった。もうすぐ調和セレモニーの開会式が始まるし、うん、会場に行ってみよう。この飛行艇にはお宝もたくさんある。収穫は上々だね。忘れない方がいいぜ。俺は一発であんたを仕留められるってこと。それは光栄だ。安心してくれ。僕が一番嫌いなのは賭け事でイカ様をすることだから。それならいいな。おや、誰が来たかと思えば星宮列車の大英雄、ピノコニーで今最も輝く開拓者ちゃんじゃないか。おお、あんたも来たのか。久しぶりだな。こいつは俺が追ってるキューティーと関係があんだよ。ほら、なんつったか。そうそう、敵の敵は味方ってやつだ。まあいい、表に出せねえ話は一旦置いとくとしよう。調和セレモニーの雰囲気をぶち壊すわけにはいかねえからな。賛成。ところで開拓者ちゃん、調和セレモニーでファミリーが正式に列車に謝意を表明するって聞いたよ。すごいじゃないか。はあ、その場に立ち会えないのが本当に残念だ。大したことじゃねえから気にすんな。悪い奴を懲らしめるのは一番大事なことだからな。俺らが手を出さねえ方がおかしいだろ。今回のことがあって俺ら巡回レンジャーもまた動き出した。これから先あんたもいろんな巡視の同士に会うかもしんねえな。そん時はよろしく伝えておいてくれ。僕の任務はカンパニーが介入するための突破口を開くことだったからね。他のことはともかく、それに関してはそこそこうまくやれたと思ってる。君たちがドリームリーフに滞在してた時、実は僕も近くにいたんだ。とある博学な友人のおかげもあって、ネタになりそうな情報をたくさん手に入れられたよ。ただ一つ残念なのは、あの指令が手加減ってものを知らなかったことかな。僕の体も長くは持たなかった。そうでなければもう少しスムーズにことを運べていたはずだ。そうだな。まあ教えてやるとするか。俺はオスワルド・シュナイダーっていうカンパニーの幹部と確執があるんだ。この派手な野郎は
そいつを見つける手助けをしてくれるってわけさ。市場開拓部と戦略投資部の確執については銀河中に知れ渡ってるけど、まさか巡回レンジャーまで関わってくるとはね。これから面白くなりそうだ。サンキュー。あんたも楽しめよ、ピノコニーの大英雄。僕は遠慮しておくけど、君は楽しんで。よかったらまた一緒に遊ぼう。君は宇宙ステーションヘルタでの活躍は覚えている。あれは旧大点だったな。ふん、道理であのギャンブラーが君のことを重視しているわけだ。僕はカンパニーの使者の監督役として博識学会に派遣されてきたんだ。ただの教務担当の仕事の一環さ。ほら、もうすぐ調和セレモニーが始まるんだろう。せっかくの機会だ、行ってくるといい。適度に休息を挟まなければ知識もうまく吸収できないからな。カンパニーと学会の役員は僕たちのことを戦略的パートナーと定義している。だが僕からすれば、僕は常に教師であり、彼は常に生徒なんだ。君や他の人たちと同じようにな。その観点でいくと、アベンチュリンは優秀な生徒ではないが、決して当変僕というわけでもない。残念だが、彼の心の穴は才能や知識で埋めることはできないんだ。はあ、彼が哲学ゾンビにならないことを願おう。そんな質問をするということは、学習の真の目的を全く理解できていないということだ。適度に休息を取り入れた方がいいという説には科学的根拠がある。関連する論証は学術雑誌星とともに第31467号の21ページを参考にするといい。知識を吸収するのはより良い人生を送るためだ。学会のアホどものように本末転倒になってはいけない。ふん、慎んでお断りさせてもらう。
気を張りなさい。私の顔に泥を。あれ、久しぶり。また会えたね。最近どう？そう言うと思った。君たちオーク家を巻き込んで大仕事をやり遂げたんでしょ。その場にいられなかったのが残念。私がいればきっと君たちの力になれたのに。この船本当に賑やかでいいよね。いつか暇ができたら私もエコシップで盛大なパーティーを開こうと思ってるんだ。その時は君たちも招待するからね。変身？何言ってるの？ああ、わかった。アベンチュリンの奇跡のことか。残念だけど、私の能力は彼ほどビジュアル系じゃないんだ。銃の赤心の奇跡の能力はそれぞれ違うんだけど、中には思考を読み取ったり、相手の欲望を操ったりする人もいるから、気をつけた方がいいよ。そう考えると、ベロブルグではブローニャさんが間に合ってくれてよかった。あと少しでも遅かったら、私たち、友達になれてなかったかもしれないからね。この船、本当に賑やかでいいよね。いつか日…いい感じ。こんにちは、元気なお嬢さん。ようこそポーンショップ翡翠へ。あなたのお名前は？とても素敵なお名前ね。それじゃあ、あなたの願いを聞かせてくれる？それがあなたの願いなの。とても簡単で叶えやすそうな願いね。じゃあ次は代価についての話をしましょうか。あなたの願いを叶えるために必要なものはとってもシンプルよ。それは二足歩行をする生物で、毛は黒く丸い頭に長い耳が生えているわ。雑食で少し情緒不安定。何より重要なのは人間の言葉を理解していてコミュニケーションが取れるというところね。その動物の尻尾を担保として持ってくれば、あなたの願いを叶えてあげる。
縁があったらまた会いましょう、七し人さん。縁があったらまた会いましょう。な、ご所望のさ、またお会いしましたね、我が友。あなたは準備の道において僕以上の輝きを放っている。心から敬意を表します。アンロック、実に詩的で美しい表現ですが、あなたはすでに準備の運命を歩んでいるでしょう。悪鳥を打ち砕いた偉業については聞きました。胸が痛くなるような話でしたが、あなたは間違いなく準備と正義を守り抜いた。ああ、イドリラ様があなたに微笑まんこと。準備の信奉者が力を求める道に迷い込むと、人間でも獣でもない悪鳥に落ちてしまうのです。あのサンデーという方は準備の道とは無関係ですが、その行いは悪鳥そのものでした。善への道で迷ってしまった悲しき魂、残念でなりません。お恥ずかしい話なのですが、あのエナの夢があまりにもリアルで、移住と化した友人に別れを告げるのが忍びなくなってしまったのです。彼の声や姿、そして笑顔があまりにも生き生きとしていたものですから、僕は今回準備の試練を乗り越えることができず、
動揺してしまった自分を顧みることに多くの時間を費やしました。願わくばこれからもイドリラ様が僕の旗印となり、準備の覚悟を磨いてくださいますように。ありがとうございます。あなたにも準備の加護があらんことを。セレモニーはまだ始まらないし、少し休憩しようかな。また会ったね。この声は。この前も見かけたけど、やっぱり人違いじゃなかったんだ。うん、ただ声をかける時間がなかったの。調和セレモニーが始まるまでまだ時間があるし、少し話さない。二つの殺人事件、カンパニーの使者との対決、七死人の道の伝承、アイオンに代わって楽園を作ろうとする秩序の残党、最後には美しい夢さえも打ち砕いた波乱万丈の休暇だったんじゃない？よかったね、難しい問題を解決できて。でも調和セレモニーが始まったらまた旅に出るんでしょ？進むべき道はきっと見つかるよ。君たちは開拓の運命を歩む人たちなんだから。性格ハンターに入る前、エリオはこの旅が生きる方法を教えてくれるって言ってた。でも教えてくれたのはそれだけで、あとは私自身で探さないといけなかったんだ。だから私は生きていくのに必要な手がかりに注目してるの。今回のピノコニーの旅も同じだよ。うん、情けないことに方向性は間違えちゃったけど、いくつか得られたものもあるんだ。カンパニーの戦略投資部のジェイドさんって知ってる？ポーンショップ翡翠は彼女名義の資産なんだよ。それで彼女に取引を持ちかけられたんだけど、ううん、そもそも彼女が欲しがってるのは私の答えじゃないからね。私はもちろん生きてたい。でも運命がそうさせてくれないの。だからその借りを返してほしいんだ。それを誰かに転嫁して第三者を巻き込むんじゃなくてね。だってこれは私個人と運命との問題だから。あ、そういえばずっと君にちゃんと謝らないとって思ってたんだ。そのアイリス家の役者の件で、どんなに小さな嘘でも人を傷つける裏切りには変わりないから、ごめんなさい。あの時は緊急事態だったし、ちゃんと謝ったとは言えないよ。改めてごめんなさい。私が間違ってた。私にとっては正直に話すことより隠すことの方がずっと簡単なの。でも普通の人みたいに自分の心の声を表現できるか試してみたいとも思ってて。
あの娘だ、かかれ。調和セレモニーが始まる前にあの指名手配犯を捕まえるんだ。こんなとこまで追ってくるなんて、お別れの時間みたいだね。私のことは心配しないで、君はセレモニーに参加して。脚本の結末はまだ訪れてない。きっとまた会えるから。ホタル無事だといいけど。まああのハウンド二人が相手なら大丈夫かな。ホタルのことは後でメッセージを送って確認するとして、今は調和セレモニーに参加しよう。ここに座ろう。やるべきことは全部終わったけど、まだ時間はあるし、もう少し見て回ってみようかな。まあいいか、もう十分見て回ったし、少し座って休もう。よかった、ホタルの心配はいらないみたい。安心して開会式が始まるのを待とう。ご来場の皆さん、ファミリーの皆さん、紳士淑女の皆さん、銀河各地からお越しの皆さん、こうして皆さんと顔を合わせ、今古白期におけるピノコニー最大の式典調和セレモニーを迎えられることをとても嬉しく思います。まずはじめにピノコニーのファミリー並びに五大クランを代表して、そして私個人としてもご来賓の皆さんを心より歓迎いたします。皆さんもお気づきかと思いますが、今回の調和セレモニーはこれまでとは違い、各クランの努力によりかつてない規模となっており、銀河中の勢力が招待されています。それだけではありません。前回まではピノコニー大劇場で行われていた開会式も、貴重席号すなわち皆さんが今いるこの飛行艇に舞台を移しました。ではここでルーサン家当主のオーディ・アルファルファによる調和の活動への無視の奉仕に対して、一緒に温かい拍手と心からの感謝を送りましょう。今回のセレモニーはなぜこれほどまでに特別な意味を持つのでしょうか。ご存知の通り、貴重石号は美しい夢の異変により航行を中止せざるを得なくなり、一時は12の時で話題をさらいました。しかしピノコニー内外の人々が力を合わせたことにより、私たちはついに無境を正常な状態に戻すことができたのです。調和セレモニー開催が重なったのはまさに二重の喜び。貴重石号の再出航にも新たな意味が与えられました。
そして最後にもう一つ理由があります。皆さん、時計屋のことは覚えていますか？実はファミリーが今回のセレモニーのために力を尽くしたのは、この伝説的な人物を記念するためだったのです。ピノコニーの父、ラグウォーク・シャール・ミハイル、そう、ピノコニーの礎を築いた伝説の七死人の一人を。宴の星が混乱の最中にあった時代、彼は仲間と共に空からやってくると、開拓を通じて私たちに自由の在りかを教えてくれました。また彼らは無教の開拓でも先頭に立ち、今日の調和の楽園を築いてくれたのです。ピノコニーが今日の輝きを手に入れられたのも、時計屋が私たちの心の奥底に植えた開拓の精神があったから。この開拓の精神があるからこそ、私たちは使命を果たし、調和をより多くの人々に広めることができるのです。聞いてて気分がいいね。さすがうちら。今回美しい夢が正常に戻ったのも、開拓の大いなる助けがあったからに他なりません。請求列車の皆さんがいなければ、この調和セレモニーも無事に開催できなかったことでしょう。そこで五大クランの全会一致を得て、ピノコニーのファミリーは全銀河のファミリーのメンバーを代表して、七死人の皆さんに贈り物をすることに決めました。おお、いよいよかな。貴重石号の所有権を請求列車に譲渡いたします。ほんの気持ちにすぎませんが、どうぞお受け取りください。さあ皆さん、勇敢で恐れ知らずの七死人たちに盛大な拍手と喝采を。七死人、七死人、七死人。それでは一緒に乾杯しましょう。調和、開拓、ピノコニーと銀河の未来、そして快く協力してくださったルーサン家当主オーディ・アルファルファさんに乾杯。乾杯。おお、あんな決定を下せるとは、あの小鳥も兄に負けていませんな。でも、しげちゃん、誰か忘れてない？この船に爆弾仕掛けたんだ。10分あげるから、開けてごらん。いつの間にこんなものが。こんなたくさんの爆弾が、よりによってこんな時に伏線回収されるなんて、私一人じゃ絶対間に合わない。グループチャットでみんなに知らせないと。Thank you.
準備はできた。地図を手がかりに爆弾を探そう。少しだけど進展した。この調子で頑張ろう。また会いましたね。私はピノコニーの名探偵です。何かトラブルですか？喜んで力になりましょう。ただ残念ながらまだ2つほど未解決の事件がありますので、
あなたの問題は後回しになってしまうかもしれません。爆弾？どうしましょう。忘れてました。ドクターファイヤーは爆薬科学の専門家だったんでした。力を貸してください。あなたはドクターファイヤーと何度も顔を合わせているでしょう。それに今言った爆弾のこともありますし、あなたならドクターファイヤーが犯人だと証明できる証拠を見つけられるはずです。最初の事件はスラーダ工場放火事件。現場ではハンマー、人形、容器の半分ほどまで入った謎の液体が見つかりました。科学分析を行った結果、その正体は燻製ニシンであることが分かっています。二つ目の事件はブルーオークション会場強盗事件。仮面をつけたボートが会場に押し入り、請求列車の破片を盗み、ハンマー、人形、そして腐りかけの燻製ニシンを会場に残していきました。以上が事件の概要です。私としては2つの事件に共通する何かがドクターファイヤーの犯行を裏付ける鍵になると思うのですが、あなたの判断を信じます。決定的な証拠はどれだと思いますか。こんにちは、親愛なる役者さん。私のことは監督の人形と呼んでくれたまえ。これは君は知らないかもしれないが、実は今回のピノコニーの騒動を演出したのは私なのだよ。このドラマの主役として今はどんな気持ちだね。遠慮なく言ってくれ。まあ実際にはストーリー上の制約があり、今の君は一言しか話せないから自由に喋りたいという衝動はできるだけ抑えてもらいたいのだが、爆弾はないという事実を伝えよう。この後、私のたわごとで時間を無駄にした君は後悔しながら私と別れることになる。しかし悲しむことはない。君には素敵なプレゼントを用意した。夢の泡だ。
これには私と美しいメモキーパーの精子をかけた物語が記録されている。まだ見たことがないなら早くドクターエドワードに会いに行くといい。私は爆弾です。爆発するまでまだ時間がありますから、他の場所を回ってみてください。解体ですか？問題ありません。自己解体プログラムを起動中。歌1曲分の時間をください。イプシロン12星系のポップスター、アースリックリーの君を見捨てないを再生します。あ、失礼しました。ピノコニーのファミリーは当該楽曲の著作権を購入していないため、ここでは再生できないようです。では僭越ながら私が朗読させていただきます。君を見捨てないの歌詞の朗読をお楽しみください。私の気持ちを聞くのなら、君も見て見ぬふりをするのはやめてくれ。とは決して君を諦めない、悲しませない、見捨てない、泣かせない。君に別れを告げることも、君を嘘で傷つけることもない。母に栄光あれ。もう時間がない。間に合うといいんだけど。
シル殿、あんたはまるでスーザン夫人の寝室にいる凶暴なアリフイのようだ。焦っても熱々のアップルパイは食べられないぞ、お嬢さん。あんたが何のために来たのかは分かっている。あいつから賄賂を受け取ったんだろう。あの偽善的で腐り切った花火組のリーダーで花火シティ市長の座を狙っているクズ、ブラザーファイヤーから。この邪悪な町は堕落しきっている。所長の人形としてこれを見過ごすわけにはいかない。ここであんたたちを一掃して花火シティをきれいにできるのはこの虚数中性子爆弾だけだ。俺を倒したいのなら花火様の犬に立ち向かわなければならない。あいつらは俺の忠実な仲間だ。あんたでは太刀打ちできないだろう。ペースを合わせよう。アドリブで。It's Showtime。コラボスタート。リンゴを渡そう。お注射の時間よ。おやすみ。うちなかなかやるじゃん。パン。またそれ。またか。殴ったね。スタンバイ。ドリームカムトゥルー。え、平気よ。すべてが消える。手の施しようがない。逃がさない。ペースを合わせよう。アドリブで。またそれ。イッツショーコラボスタート。引導を渡そう。またか。おやすみ。ついてないね。リュウ。ほんの気持ちよ。気にしないで。ナイスコンビネーション。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。はっ。すべてが消える。涙雨。ケッフリップ。
ここの人たちはサブカルチャーを文化だと思ってない。彼らはそれをこう呼んでる。みそうだ、思い出した、ミームだ。それにも形があって、その中の鋭い牙と爪を持つミーム生命体と仲良くなったんだ。そいつは先週の寿命文化にすごい興味があるみたいだったから、先週の名前をつけてあげたんだ。すっごく喜んでたな。あ、そういえばそいつを探しに行かないといけないんだった。道家愛好家は気性が荒くて気も短いんだ。お前が本物の誘惑手段を見つけられることを願ってるよ。爆弾のことね。バイバイ。あれはホタル。28分46秒28分45秒。わ、来た。来ないで、あの爆弾は危険なの。それに私は本物のホタルだから。君がここに現れたってことは、簡単に説明するね。今から30分くらい前に私のとこに発信者不明のメッセージが届いて、すぐに駆けつけたの。27分52秒27分51秒。美しい夢は秩序の庇護を失ってるから、ここであれが爆発したら大変なことになる。時間をかけて調べたんだけど、あの爆弾は特殊な構造をしてて、何か不思議な運命の力でロックがかかってるみたい。多分作った人以外には解除できないんだろうね。時計屋の招待客のこと、残念だけど私の経験からしてその人たちじゃ状況を変えられないと思う。メモキーパーなら人がいない場所に爆弾を移動させられたかもしれないけど、人形の中にメモを見つけたんだ。彼女たちにどんな確執があるのかは知らないけど、この方法は使えない。実は全く方法がないわけでもないの。覚えてる？脚本には私が夢の地で3回の死を経験するって書いてあったこと。多分だけど、これが3回目の前兆なんだと思う。もう知ってるかもしれないけど、私は生まれつき夢を見られないの。夢に入る時も性格ハンターの特別な手段を使ってる。そのおかげで私には
他の夢追い人にはできないことができるんだ。奥室の重圧が与える苦痛に耐えることができれば、美しい夢の外にある原始の記憶域に潜り込める。そうすれば貴重石号に活路を開いてあげられる。あの爆弾を無境の奥深く、できる限り深い人のいない場所へ持っていく。そうすれば誰も傷つかずに済む。心配しないで。ファイアフライの走行ならカウントダウンが終わるまでに私をその場所に運べるはずだから。それどころか無事に戻ってくることだってできるかも。今のところこれが最善かつ最も合理的な選択肢なの。だってこの長い物語の最後はハッピーエンドになるはずだから。いい言葉を教えてあげる。いわゆる不可能と呼ばれるものはまだ訪れていないだけのことだ。ヨミさんから教えてもらったんだ。今ありえないことがたくさん起こってるけど、そういうのって本当にありえないことなのかな。私はね、ただそのありえないが否定される瞬間がまだ来てないだけだと思うんだ。文字通りの終わりだろうと、死のような苦痛だろうと、危険極まりない死地だろうと、定められた終点に着くまでそれらに違いはない。だから私はまだたくさんの選択ができる。それに私も信じてるの。私たちが選択をした瞬間、心の中ではもう結果が決まってるんだって。運命が私たちを作るんじゃなくて、私たちが運命を作るんだよ。請求列車と性格ハンターは光と影、異なる道を行き絡み合い、一緒に進んで成長する。終わりが決まっていても、それは今じゃない。ちょっと順調すぎるので、カウントダウンを早めます。火に向かって飛ぶホタルのように人生は短い。だからもし答えが出てるなら、絶対に悔いを残さないで。私たちにはその権利がある。夢から覚めるためだと思う。